副総理とは、日本において、内閣総理大臣に、事故のある時または、内閣総理大臣がかけた時に、内閣総理大臣臨時代理の地位につく、第一順位の国務大臣として、内閣官房長官以外の国務大臣を指定した、場合に用いられる故障。事例等に記載される正式な官職名ではない。日本には正式な官職名としての、副総理は存在していない。しかし、 日本の国務大臣は主張たる内閣総理大臣を除いて地位や待遇に優劣がないため時の首相に匹敵する権威を持つ大物政治家や連立政権において首相の所属政党以外の政党の党首に入閣してもらう時などそのものが副総理閣で入閣したことを示す目的でそのものを内閣総理大臣臨時代理の予定者に指定し非公式に 副総理の肩書きを名乗らせることが行われるようになった。2000年4月まで副総理は実際に内閣総理大臣の臨時代理をさせるためというよりはある閣僚の閣内での相対的な重要性を示すための言葉であった。しかもこれは内閣法が第9条で内閣総理大臣に事故のある時または内閣総理大臣が欠けた時はそのあらかじめ指定する。 国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行うと規定していたにもかかわらず実際には正式な指定が行われないことが多かったために可能であったという事情がある。現職の内閣総理大臣であった小渕恵造が突然の病に倒れた2000年以降内閣法9条に基づく臨時代理予定者順位第1位を内閣官房長官たる国務大臣とすることが慣例化され それに従った運用が続いた。しかし、これらのものが副総理と称されることはなかった。2009年9月に発足した鳩山幸男内閣は、それまでの自公内閣の慣例を破って、内閣官房長官に就任する平野博文を内閣法9条に基づく臨時代理予定者順位第2位とし国務大臣内閣府特命担当大臣に就任する菅直人を 同第一位に指定した。その上で政権側は官を副総理と称し、マスコミ等がそれに追従した。このことにより、副総理という故障が、かつての意味以上の重みを持って復活することとなった。以来、副総理の肩書は、内閣官房長官以外の閣僚を、内閣法9条に基づく、臨時代理予定者順位第一位として指定した場合に、 当該閣僚を指して用いるものと考えられるようになっている。民主党政権を破って成立した第二次安倍内閣においても麻生太郎を県人がこの意味での副総理に指定されて肩書きとして使用されている。なお首相官邸のウェブサイトにおいては、括弧書きながら副総理の肩書きがあったかも正式な職名であるかのようにすでに使用されているが、 官報掲載の事例では、現在に至るまでこの表記が用いられたことはない。内閣法第9条の規定による正式な指定を受けた副総理のみについて記す。指定期間とは、事例によりいわゆる副総理であったことが確認できる期間を指す。これには、単に内閣総理大臣臨時代理の職名で職務を行った。 正式代理期間のみならず、臨時代理就任予定者としての待機的期間も含まれる。なお、総理が死亡、執務不能となったため臨時代理を務め、明日ともに総理の代行をしたものと考えられる場合については、内閣総理大臣臨時代理、真剣法下の臨時代理を参照のこと。太字は、内閣総理大臣経験者。ありがとうございます。